こうやってドレミファソラシドを弾くよりも、今回はウクレレをあまり視覚的に見ずに、できるだけ耳を使って演奏するための一つのアイデアをご紹介します。やはりウクレレを弾いてて良くないことの一つが姿勢なんですよね。このように常に覗き込むような姿勢で演奏することに慣れてしまうと、ボディを無駄に持ってしまったり、フォームが崩れたり、体全体の姿勢が非常に悪くなったりして、ウクレレ演奏に支障が出たり、体の痛みやいい音が出なかったりという心のストレスにつながってきます。で、それをなくすためにこんな方法をやってみてください。そう、目隠し練習法です。このまま話を続けてもいいんですが、ちょっと変なので撮ってみますね。先ほどのように視覚を完全に遮断した状態でドレミファソラシドであったり、基本的なコード、それら普段慣れ親しんだ演奏で構いませんので、ぜひ目隠しでどこまで自分が演奏できるかというのを確認してみてください。そうすることによって、やはり耳で音楽を聞いてその音の質感を向上させるというね、意識もどんどん芽生えてきますし、視覚だけに頼らない的確な演奏力が鍛えられるはずです。こうやってドレミファソラシドを弾くよりも、この状態でドレミファソラシドを弾く方が100倍耳の感度は上がりますし、触覚をしっかりと使ったウクレレ演奏につながって演奏力が向上するはずです。昼間練習できなければ、夜寝る前、真っ暗な空間でこのような練習法を取るのも効果的かもしれません。ぜひお試しください。はい、ということで今回の動画ためになったな、役に立ったなと思われましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録で応援の方よろしくお願いします。さらにですね、動画概要欄にあるメールマガジン、こちらでは限定公開の動画をたくさんご用意しております。あなたのウクレレ上達のお役に立てるような、より深い内容の動画を定期的に配信してまいりますので、ぜひご登録ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。